おはようございます。ただいまから定例記者会見を始めさせていただきます。はじめに知事から発言がございます。皆さんおはようございます。梅雨も明けて、いよいよ夏らしくなってまいりました。県民の皆様にはもう夏本番でありますので、暑さに負けないように、健康に十分ご留意いただきたいと思います。一つには熱中症の予防です。これからも暑い日が多くなりますので、水分をこまめに補給したり、屋内でもエアコンを適切に使用するなど、くれぐれも熱中症にならないように十分注意をしてください。農作業など屋外で活動する際や運動する際にも十分に気をつけていただきたいと思います。二つには現在流行している手足口病の予防についてです。本県では7月の26日に手足口病警報を発令しました。注意喚起しているところですが、その後も患者数が大幅に増加している状況です。手足口病は1歳から4歳くらいの乳幼児がかかりやすい夏風邪の一種で、手足や口の中に発疹ができる感染症です。県のホームページでもお知らせをしておりますが、感染予防のため引き続きこまめな手洗いなどの対策を徹底していただきたいと思います。次に、本県初となる外航クルーズ船、コスタネオロマンチカが8月の2日水曜日午前9時30分に本県の酒田港に入港し、午後7時30分に出港しました。いろいろと おもてなしをしてくれたようであります。おもてなしにご尽力をいただきました酒田市をはじめ、関係者の皆様、ご参加いただいた県民の皆様に改めて御礼を申し上げます。今後は今回のコスタネオロマンチカの初寄港についてしっかりと検証し、その成果を来年の7月に初寄港するイギリス船籍のダイヤモンドプリンセスの受け入れに生かすとともに、新たな外航クルーズ船の誘致にもしっかりと力を入れてまいります。それから、現在行われている南東北インターハイについて申し上げます。7月の28日、皇太子殿下のご臨席のもとで行われた総合開会式で幕を開け、現在本県をはじめ宮城県、福島県の南東北3県で熱戦が繰り広げられており、8月12日からは和歌山県でもヨット競技が開始されます。8月3日までに全30競技のうち11競技が終了し、本県選手は8競技で4つの優勝を含む26の入賞を勝ち取るという大活躍を見せております。優勝につきましては、ソフトテニス競技男子団体で羽黒高校、陸上競技女子円盤投げで鶴岡工業高校の斉藤真希選手、同じく陸上競技女子200メートルで山形中央高校の青野朱里選手、ウエイトリフティング競技53キログラム級スナッチで酒田工業高校の長谷部達也選手であります。さらに入賞におきましても、その半分が上位入賞によりメダルを獲得するという素晴らしい成績を挙げております。県内では新体操やソフトボール男子、そして本県のお家芸でありますカヌー競技がこれから開催されます。さらなる本県選手の活躍に大いに期待したいと思います。そしてまた先週、ハンガリーのブダペストで開催された世界水泳選手権大会競泳男子200メートル平泳ぎで、本県出身、羽黒高校卒の小関康弘選手が見事銀メダルを獲得されました。心から敬意を表しますとともにお祝いを申し上げます。またメダルには届きませんでしたが、50メートル平泳ぎでは
自身が持つ日本記録を更新したほか、400メートルメドレーリレーのメンバーとしても日本記録の更新に貢献するなど素晴らしい泳ぎを見せてくれました。本県では今年度から2020年東京オリンピックでの本県からのメダリスト輩出を目指して、強化活動費などの助成事業を開始したところでありますが、小関選手はその女性指定選手の一人でございます。東京オリンピックでもぜひメダルを獲得され、県民に大きな感動と勇気を与えていただきたいというふうに思っております。それでは恒例となりました祭りやイベントのご紹介であります。8月5日から7日までの3日間、県と山形市で花笠の華麗な舞で真夏の夜を彩る山形花笠祭りが開催されます。今年で55回目を迎えるパレードには158団体1万4000人を超える過去2番目に多い参加が見込まれているとお聞きをしております。私も初日、明日ですね、初日5日に総勢180名の県庁花笠愛好会の皆さんとともに参加して祭りを盛り上げたいと思っています。また先週発表しましたが、およそ30年前まで山形交通、現在は山交バスですね、の路線バス等で使用されたボンネットバス銀霊号が本日の花笠サマーフェスティバル山形県観光物産市において展示され、5日から7日の日中には街中運行が行われます。さらに5日6日の山形花笠祭りパレード直前に7日町大通りを走行する予定でございます。多くの方に愛されているボンネットバスをお楽しみいただければというふうに思います。また夏本番となり、今週末から県内各地で花火大会が行われます。8月5日に酒田花火ショー、14日に第38回山形大花火大会、15日に水郷大江夏祭り灯籠流し花火大会、16日に大石田祭り最上川花火大会が行われます。そして8月19日、鶴岡市では全国トップクラスの花火師が競い合う全国デザイン花火競技会も兼ねて第27回赤川花火大会が開催されます。さらに村山市では8月18日から20日に、村山特内祭りが行われ、軽快な お囃子に合わせて勇壮かつ華麗な踊りや迫力の出しなど躍動する祭りが繰り広げられます。楽しい夏の祭りイベントが各地で行われますので、県民の皆様にもぜひ足をお運びいただきたいと思います。ここで私から発表が一つ、一点ございます。羽越奥羽新幹線の早期実現に向けた羽越奥羽新幹線関係6県合同、6つの県ですね、6県合同プロジェクトチームの立ち上げについてお知らせいたします。羽越奥羽新幹線の実現に向けた取り組みにつきましては、県内の機運情勢はもとより沿線の関係県との連携が極めて重要であります。それでこれまで、関係県が連携した要望活動等に取り組んできたところであります。こういう中、今年の2月に本県で開催した関係県の知事副知事が一堂に会したシンポジウムの中で、関係県が一致団結して戦略的な取り組みを展開していくことを打ち出し、私から直接関係各県の知事に呼びかけ、この度関係6県合同のプロジェクトチームを立ち上げる運びとなりました。このプロジェクトチームでは羽越奥羽両新幹線の整備実現に向けて、関係6県が連携した取り組みをさらに加速させ、政府等に対する要望提案を
より説得力のある効果的なものにしていくとともに、関係各県における一層の機運醸成を図るため、主に次に申し上げる3つの事項について調査検討を進めてまいります。1つ目は、羽越奥羽両新幹線を活用した地域ビジョンの策定であります。地域自らが新幹線の整備による広域的で多様な観光交流や地域間の連携交流による産業振興、地域の活性化などを大きく進展させるような東北日本海側地域の将来展望を描いていくことで、政府等に対して新幹線の意義や必要性をしっかりと訴えていくとともに、今後の取り組みにあたっての関係圏の結束をさらに高めてまいります。2つ目は費用対効果の分析検討であります。両新幹線の投資効果を明確化し、政府に対する要望活動等に説得力を持たせてまいります。3つ目はこれからの新幹線の整備手法の研究であります。両新幹線の早期実現に向けた新幹線整備手法につきまして、幅広に研究してまいります。プロジェクトチームは各県の課長級職員を構成員とし、今年度から3カ年を目途に調査検討を行っていく予定であります。なお第1回の会議につきましては来週8月9日水曜日に開催することとしております。昭和47年に政府の基本計画に位置づけられた路線はほぼ全線で着工開業にめどがつきつつあります。政府としても新幹線など高速交通網の整備によって全国の北から南まで地方と地方をつなぐ地方創生回廊の整備を打ち出す中、次の整備は昭和48年に基本計画に位置づけられた路線が対象となるものと見込まれます。四国や山陰など他の路線でも整備推進に向けた動きが活発化しているところです。県としましては昨年立ち上げた全県的な推進組織による取り組みや米沢市と庄内における地域単位の推進組織における取り組みをはじめ、JC 青年会議所ですね、JC などの経済団体等による独自の活動も展開されているところでありますので、これらを通して引き続き県内の機運を大いに醸成してまいりたいと考えております。これとともに今回新たに立ち上げるプロジェクトチームの取り組みにより、関係県との連携を一層深めながら他の地域に遅れることなく両新幹線の早期実現に向けた取り組みを力強く進めてまいりたいと考えております。私からは以上です。それでは代表者さんからご質問をお受けいたします。朝日新聞さん、どうぞ。知事、おはようございます。朝日新聞の前川でございます。幹事社を代表して、質問させていただきます。はい。話題はふるさと納税です。総務省、7月に公表された総務省の調査によると、山形県は平成28年2016年度に225億円を集めまして、271億円だった北海道に次ぐ2位でした。はい。好調と言えると思いますが、パソコンが人気の米沢市が7位、さくらんぼやお米が根強い人気の天童市が9位、寒河江市が17位と、トップ20に3市が入っております。とはいえ、一方で16市長がですね、市町が総務省から3割以下にするよう通知を受けたりしておりまして、市町村の中でかなり今見直し議論が進んでいるようです。知事はこれまでですね、6月14日の記者会見で、行き過ぎた内容にならない、自粛するものは自粛し、健全な形で制度が発展していくことを目指すべきだというとおっしゃいました。今市町村で目下見直し議論が続いています。
ますが、こうした議論をどう評価しますか。また全国的にもいろんな返礼品の新たなやり在り方を模索する動きがありますけれども、うん、新たな返礼品の在り方として注目しているような事例はございますか。よろしくお願いします。はい、ふるさと納税につきましては、県内市町村それぞれにおいて地域の活性化に結びつけようと知恵と工夫を働かせ、ふるさと納税の活用に積極的に取り組んでこられたものと考えております。これらの取り組みを進めるにあたりましては、ふるさとを応援したいという、多くの方々の思いを大切にするということを基本に、大きな視点に立って、返礼品が行き過ぎた内容にならないよう主体的に自粛するものは自粛しながら、ふるさと納税制度が健全な形で、発展していくことを目指すべきであると、申し上げてきたところであります。今回の総務省からの要請を踏まえた県内市町村の対応につきましては、総じて言えば、制度を健全に発展させて、いくのが良いのではないかという、そういう趣旨から、それぞれが自らの判断で、決めたものと受け止めているところであります。また返礼品の在り方につきましても、市町村が創意工夫を発揮してふるさとへの思いを喚起醸成していくことが基本となるものであり、なるものだと思っております。例えばですね、本県でも返礼品として米を提供するだけではなく、地元地域に泊まって田植えを体験してもらうといった特色ある取り組みも見られるところであります。それから報道されたところでは一日町長の体験とかですね、そういったこともあったようであります。ふるさとに対する思い、その地域に対する思いをですね、もっと深くしていただくというような、いい例かなというふうに思っております。体験事例というのがまた増えてくるのではないかなというふうに思っているところであります。今後は本年5月に設立されたふるさと納税自治体連合におきましても、自治体が創意工夫を発揮したさまざまな特色ある全国の取り組み事例について、情報交換共有などの活動が進められますので、これらも参考としながら、ふるさと納税制度の健全な発展を目指してまいりたいというふうに考えております。1点だけ、知事、平たく言うと、自粛するものは自粛するけれども、別にブレーキをかけるわけではなくて、拡大といいますか、どんどん進めていきたいというお立場でしょうか。地方としてはどんどん進めて、いたが地方活性化になるのではないかというふうに思っております。ございました。それでは、記者の皆様からご質問をお受けいたします。日経さん、どうぞ。日経新聞です。はい、新幹線についていくつかお尋ねします。はい、まずプロジェクトの名称なんですけれども、羽越を追う新幹線というふうに羽越の方が前に出ています。山形県のホームページを今検索しましたところ、400件以上ヒットするんですが、すべてそれまでは奥羽越新幹線と奥羽が前に出たプロジェクト名で紹介されております。おそらく、推察するにですね、奥羽新幹線だけだと沿線圏を巻き込めないと。山形県、メリットを受けるのが、主に山形県秋田県というローカルメリットになってしまう一方ですね、羽越新幹線を前に出すことによって沿線、5県ぐらい日本海側の県が揃いますので、そういう意味で名称変更の中にですね、そういう、若干の、関係圏を巻き込むための、順位のって言いますか、優先順位の付け替えが起きているように思うんですけれども、その点はいかがなんでしょうか。そうですね、大羽越とそういえば呼んできたかなと思いますが、羽越大羽名称故意に変えたでしょう。すいません、ちょっと私も今気づきました。ちょっと担当に聞いてみたいと思います。はい、どうぞ。
企画振興部の佐々木です。今回の名称につきましては基本的にですね、新幹線の位置づけといたしまして、全国新幹線整備法という法律がありまして、それに基づいて、基本計画が位置づけられているわけでありますけれども、その基本計画での位置づけといたしまして、羽越が先に来ておりまして、うん、まあ、言ってみれば県政順的なものの先がですね、大井よりも羽越にあるという形になっておりますので、正式な名称につきましてはその基本計画に位置づけられている順番に応じるというのが通例でございますので、まあ、プロジェクトチームの名称につきましても基本計画の並べられている順番に設定をいたしたという趣旨でございますので、まあ、羽越が前に来たことによって、地域的なですね、取り扱いに差が出るというような趣旨ではございませんので、そういうことで、ご理解いただければなというふうに思います。以上です。今のご説明ですと、それまで県が、大羽越新幹線と呼んでいたのは、従来から、国のその48年の基本計画ですかに従って羽越大羽新幹線と従来から呼称を定める方が正しいと思いますけれども、今回に、羽越を前に出した、そこはやっぱり違うんじゃないかと思うんですけれども、いかがなんでしょうか。はい、じゃあそれについてもちょっと担当から答えてもらいたいと思います。まあ、これまで、県内的には県道を、まあ、通る路線として、まあ、大羽の方ですね、そちらの方を、まあ、先付けしてきたわけでありますけれども、先ほども申し上げました通り、さまざま対外的な活動においては、ただいま申し上げてきたとおり、基本計画で位置づけられた、まあ、通称、まあ、県政順に応じて、これまでもですね、羽越大羽というふうに名称を使っておりましたので、まあ、基本的には、まあ、そういうことで、ご理解いただければなというふうに思います。よろしいでしょうか。すみません、さらにお尋ねします。はい、だとすると県内に対する情報発信と国に対する県外に対する情報発信の仕方を使い分けているように思うんですけれども、そこはどうなんでしょうか。いや、県民には大羽羽越といい、県外、国に対しては羽越大羽という、その理由は何ですか。私自身はそういう考えは特にはありませんでした。はい。だとすると県内の人に対しては大羽羽越新幹線6県合同プロジェクトと言って、国の要望書にはその逆にするという方法もあったと思うんですけど、やはり少し、ご説明が、本音の部分とは違うんじゃないかなという気がするんですけど、まあ、確かに大羽羽越というふうに使って、私自身ですね、そういうふうに使ってきたかなとは思いますけれども、まあ、基本計画に位置づけられたその順位ということで、これからこの羽越大羽という順序でこう使っていくということでご了解いただきたいと思いますが、今後は羽越大羽という言い方になってくるんでしょうか。はい、まあ、県政順というようなことでその基本計画に位置づけられた順番というようなことでこのようになっているかと思いますので、この順序で名称でいくかと思います。はい、個人的には十分納得できませんけれども、次の関連する質問に行きます。はい、取り組み内容のですね、費用対効果の算出について、はい、まあ、整備費用の算出と経済効果の算出があると思うんですけれども、はい、実は、2年ほど前に担当課に対して、山陰や四国はそういう経済効果や整備、費用の見込みをもうとっくに算出しているんで、
県としても出したらどうですかということを申し上げ、コンサルティング会社は、参院の場合ここですよというふうなことを申し上げたこともあるんですけれども、はい、そうした際にですね、担当課から返ってきた答えは、はい、整備新幹線の整備、費用については国が法定調査で実施すべきものであり、県の費用で行うべきものではないという回答が返ってきまして、うん、あ、そんなものなのかなと、他の地域ではできているのになと思ってたんですけれども、ここに来て、本来国がやるべき、と主張される、県が主張されるものを、県でやるようにしたのはどういう理由なんでしょうか。そうですね、やはり他の地域でも、もう山陰とか四国というふうに名を挙げましたけれども、そこでやはりしっかりと対抗していくべきではないかと思っております。そういう意味でその沿線県が連携して今回チームを立ち上げるわけですので、その中で、やはりこの費用対効果の分析検討、これもなくしてはやはり、調査研究というものが片手落ちになるかと思いますので、この中で、それを実施していこうということになったものと思います。ありがとうございます。さらにお尋ねします、はい、3番の新幹線の整備手法の研究ですけれども、はい、JR 九州はフリーゲージは断念しました。現状あるのは フル規格かミニ新幹線となります、うん、山形県はフル規格を要望していたと思うんですけれども、はい、他の整備手法、まあ、中速鉄道を唱えていらっしゃる方もいますけれども、うん、他の整備手法を入れてしまうとフル規格新幹線を目指すというところとの整合性はどうなるんでしょうか。その件についてはですね、これから会議が始まるということでありますので、その中でやはり、検討していくということになりますので、今その内容といいますか、結果といいますか、そういうことについてはちょっと申し上げるのはちょっとそうしますとですね、はい、沿線、他の5県あるわけですけれども、はい、国の財政状況とか見た場合にフル規格はちょっと難しかろうと、いう議論になってきた場合には山形県としては、羽越奥羽についてフル規格というのを断念することも議論によってはあり得るというご趣旨でしょうか。フル規格ということでチームを組んでおります。それで、幅広に、研究するということでありますのでね、そういうところまでありえないとは言えないとは思いますけれども、やはり、日本全国、太平洋側がフル規格でつながっている中ですね、日本海側の方もフル規格で、つなぐのが私は妥当であろうというふうに思っているところですが、ですがそのチーム、プロジェクトチームの中でどういうふうな議論になっていくかというところまではまだちょっとやってみないとわからないというところが正直なところだと思います。ありがとうございます。さらにお尋ねします、はい、山陰や四国に、他の地域に対抗するためというご発言もありましたけれども、逆に48年組で遅れている山陰や四国あるいは東北日本海側でですね、はい、さらに連携するという大きな枠組みもあるかなと思うんですけれども、ね、その辺は、対抗するばかりで、他の新幹線予防地域との連携というのはお考えにならないんでしょうか。はい、大変良いアドバイスというふうに私は今ちょっと受け止めましたけれども、大きな視点ではやはりまだフル規格新幹線がないところですね。そういうところの大きな連携、大きな意味での連携といいますか、政府への働きかけというのはあり得るかもしれません。ただチームというほどまでには至らないのかなというふうに思います。ですが今記者さんのおっしゃったようにですね、大きな意味でやはり日本全体をしっかりとフル規格で、つなぐべきだというようなところではまだそのフル規格新幹線がないところという意味での働きかけはできるのではないかというふうに思います。
すみません、最後の質問にします、はい、初会合以降なんですけれども、はい、頭取りのみで非公開となっています会議が。非公開にする、8月9日、はい、はい、会議後にお問い合わせくださいになっていますけれども、特別、メディアをに対して非公開にする理由もないと思いますので、非公開とする理由は何なのか、詳しい質問ですが、要望としては、公開で見せていただくことはできないでしょうか。この2点お願いします。はい、これについてはじゃあ担当から答えてもらおうと思います。はい、会議の公開の取り扱いにつきましては、各県の会議の中身的にですね、各県のその個別事情もまあいろいろやり取りする中で、まあ率直な意見交換していかなくちゃならないということもありまして、各県の方からもそういうまあ申し出等はありまして、非公開という取り扱いにさせていただくところであります。そういった内容については、会議終わった後に、まあ、大体概要について、お問い合わせではなくて公表することとしていかがですか。まあ、逐一ということではなくですね、はい、そういう形で会議の概況を取りまとめいたしまして、それをマスコミ各社さんの方にリリース配布させていただきまして、ご紹介あれば丁寧にお答えしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。いや、どうしてもですね、こういう問題っていうのは地域差が生じるのは、ね、やむを得ないんですね、はい、で温度差があるもうできているところもありますし、はい、そういう意味では若干非公開にしたい本音を引き出すためにはというのはあるかもしれませんけれども、県民にとっても 各県のです、ね、本音を聞きたい部分もあると思うんですね。それをろ過したような、不都合なところはあまり表に出さないような形での県民への、情報公開ということになりますとです、ね、県民が考える上での議論の基盤をだいぶ失ってしまうことになるので、極力、公開をしていただいた方が、県民のためでもあると思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、まあ、第1回目につきましては、ちょっと先ほど申し上げて、まあ、なるべく公表概要を公表するというような形で行わせていただきたいと思いますが、2回目以降につきましては、まあ、どういうふうにできるか、できる限りですね、ご要望に添えるような形にしていければいいのかなというふうに思いますので、ちょっと1回目だけこのような形でさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、山内新聞田中です。はい、新幹線の件で1件、あと内閣改造、自民党の党役員人事昨日行われました、その件について1点お伺いします。はい、最初に新幹線の件で、はい、先ほどの知事プロジェクトチーム立ち上げるときに知事自らが各沿線県の知事に、うん、話をして同意を得たということでした。その同意を得たということは、おそらくこれ実現すればですね、整備負担も当然伴うという沿線県はということもあると思いますが、そういった費用負担の面も含めてその各県の沿線県の知事はご同意をしたと、同意を得られたということになるでしょう。いえ、各県の知事さんにですね、一緒に、まあ、いろいろな調査検討を行っていきませんかということを申し上げたときにですね、その具体的なその費用負担というようなところまでは至っておりませんので、まあ、そういったことも含めてこれから検討していくということで、私としては考えているところであります。はい、まずはみんなにこう入ってもらうということが大事だと思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは2点目の方の内閣改造の方、昨日ですね、はい、安倍政権の、第2次の安倍政権になっている3回目の、内閣改造が行われました。あと党役員人事も行われました。はい、まずその内閣改造に対する知事の印象というか所感を教えていただければと思います。
はい、昨日第3次安倍第3次改造内閣が発足いたしました。発足直後の記者会見の中で安倍総理は、一つ一つの政策課題にしっかりと結果を出す、いわば仕事人内閣ということをおっしゃっておりました。で、私としましてはそのお言葉通りに国民の負託に応え、国内外に抱えているさまざまな重要課題にスピード感を持って全力で対処していただくことを期待しております。特に地方創生の推進ですとか、地域の実情を踏まえた経済対策、また女性の活躍の推進、それから東日本大震災をはじめ近年相次ぐ自然災害からの復旧復興の加速化、そして、先ほどまで話題になっていた社会インフラの整備推進にしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。また地方の声も丁寧にですね、地方の声にも丁寧に耳を傾けていただきたいというふうに思っています。活力と元気に満ち溢れる地方の実現ということが大事でありますので、地方と一体となって日本全体に元気と活力をもたらしていただきたいというふうに考えているところです。はい、ありがとうございます。今回内閣改造に、至る過程でですね、はい、内閣支持率、各報道機関とも、数字は違いこそですね、軒並み内閣支持率が下落していくということがありました。はい、安倍首相も昨日の組閣後の会見でですね、国民に向かっての丁寧な説明というような言及もありました。はい、この一連の内閣支持率の下落ですね、と国民の心が、ね、支持が少し離れていると、政権からということに関して、この新しい誕生した内閣、今の昨日改造された内閣に対して、そういった国民の信頼回復であるとか説明責任であるとか、さまざまな問題がこの間ありましたので、はい、その点に関しては知事はどのように求めていかれるというお考えでしょうか。求めていく、はい、例えば具体的に言えば家計問題であるとか、自衛隊の日報問題であるとか、まだまだその不信が拭えないであるとかという理由でこれまで支持率が下落してという経過があります。はい、こういったことに安倍首相は丁寧に説明していくというような話を昨日もしておりますけれども、はい、そういったその説明責任であるとかですね、疑惑の疑念の解消というかですね、はい、そういったところをこれから内閣にどのように求めていかれるのかということですね。知事としてはその辺をどういうふうに説明してほしいというふうにお考えになるのかということですね。はい、信頼回復ということにも力を入れられると思いますので、しっかりとしたその仕事人内閣という、名称を持ってですね、仕事が今までできなかったというふうに言っているわけではありませんけれども、さらにしっかりとした方々を選ばれたというふうに思いますので、国民のその信頼回復といいますか、やっぱり政治を行う上で、国民の信頼というのは非常にものすごく重要なところだと思っていますので、疑惑解明でありましたり、さまざまな問題に対する取り組み、どうやって取り組んできたかということも含めて、できる限りですね、疑念払拭していただくように、私からも期待したいというふうに思います。申し訳ございません。朝日の前、はい、1点だけ新幹線の件で1点だけ教えてください。取り組み内容の2と3で、いわゆる BYC と言われる費用対効果の算出と整備資料の研究というのが挙げられています。はい、で、はい、知事もよくご存知だと思いますけど、整備新幹線は、新幹線によっていろいろ時期によっていろいろ費用負担のやり方も違いますけども、いわゆるフル規格のように、鉄建機構や国の建設国債をベースにしたもの以外にもいろいろ今アイデアが出つつあるので、これはあれでしょうか。例えばこういう整備手法だとこれぐらいかかるとか、あるいは
今のフル規格並み、全部フル規格で一から全部作る、高架にするといくらとか、そういう場合分けみたいなものを最終的に出すことを目標にしてるんでしょうか。ちょっと そこまではちょっと私もどういうところというところまではちょっと分かりかねますので、ちょっと担当から答えてもらいます。費用対効果を算出するにあたりまして、今お尋ねのありましたような整備費用ですね、それも関わってくるわけでありますけれども、整備費用のあり方につきまして、整備の手法とも関わってまいりますので、整備の手法の検討とですね、一体となりまして、整備の手法の検討も反映させながら、費用対効果の算出のシミュレーションをしていくという形で進めていくことになろうかと思いますので、どういったようなパターンで整理をしていくのか、その辺につきましては今後関係県とも十分に協議をして検討を進めていきたいというふうに考えています。よろしいですか。 ありがとうございました。共同さんどうぞ簡潔にお願いいたします。共同通信の神戸と申します。一点これご所見を伺いたいんですけれども、先般ですね、山形大学の方で、工学部の学生がですね、助教授からの、アカハラを原因に、自殺をされたというような報道が一部今ございまして、これに関して今各報道各社が、いろいろ取材もしているところでございますけれども、昨日の、学長記者会見の中でですね、こういったことに関する、取材対応ですとか、あるいは所感を伺いたいという質問があった中で、それに対しては一切コメントはしないというような話、回答がありました。で、実際にこれご遺族の方も今大学側を相手取って裁判もしているところでありまして、でそうした中でですね、こういった問題に関して大学側が一切説明をしないというスタンスを貫くということは、特に山形大学は国立大学ということもありますけども、非常に恥ずかしいことだと。でさらにこの大学に通うこの学生ですとか、あるいはその県民の皆さんに対するこの説明責任も果たされないということは、これは非常によくないという意見もありますけれども、これに対してですね、県知事として、実際今山形大学ともいろいろ提供されている中で、どういうふうにこう考えていらっしゃるのかという部分について、ご意見を伺えればと思います。はい、一般論としてですね、やっぱりアカハラということはですね、幾度となくやはり、話題になったことがあるかと思います。今回のその山形大学工学部の件は、私はその具体的な事実関係ちょっと承知していないものですから、そのことについて、コメントというのは差し支えさせていただきますけれども、やはりそのアカハラというのはですね、その、担当教授とそこで、研究勉学研究している、学生とか研究者とのその、地位といいますか、その、パワハラの中の一つかなというふうに、アカハラとかセクハラとかですね、パワハラの一つかなと思っています。確か私の知人で、大学関係者から話を聞いたことがあるのですが、北欧の、ある国では、パワーハラスメント、パワハラという、それをなんかパワハラについての法律を作って、その中にもアカハラとかセクハラみんな含まれているんだと、そこで救済されるんだというのを聞いたことがあるんですけれども、やはり大学という非常にその重要なところだと思いますので、いろいろなその問題
が起きたときにですね、救済できるようにといいますか、あるいはその予防というような意味でも、大学で、安心してといいますかね、研究できるような、若い人たちが安心して研究できるようなやっぱり環境づくり、そういったことを私は願っております。それぐらいしかちょっと今申し上げられないところです。以上でよろしいでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。